はい、こんにちは、ショウです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチ、今日もやっていきます。まあ、構築はまたね、昨日と同じで、なんか、まあ、受け攻め料理となってます。で、選出が、これどうしようかな。まあ、ドリューズが普通にきついっていうところと、いろいろ問題があるな。ただ、まあ、エースバーンもこれ投げた方がいいかな。ドリューズ考えると。で、エースバーン、ドヒドイでトゲキッスとかになるかな、これだと。まあ、それが一番丸いか。トゲキッスの通りが結構、ドリューズさえ削ってしまえば、みたいなとこあるから、エースバーン、トゲキッス、ドヒドイでいきますか。で、まあ、サメ肌、何してくんのかな。ウーラオス狩るやつだと、多分大サイコとか打ってくんのかな。なんか、バンビーさんが誰か出してたよね。その動画まだ見てないんだけど。そういう、だるい、サメ肌だと嫌なんだけど、無道から来る。トンボ返り打つとゴツメもらっちゃうよな。ただ、火球も全然ある場面で、なんなら火球結構通るんだよね。って考えると無道引きたいと思うんで、トンボ返り打ちますか。まあ、引かなくても頑丈破壊しとけば、次の普通の攻撃で、倒せるようになるのと、まあ、ゴツメとステロ両方食らうことになるから、ゴツメじゃないね、このヤムド。殴れるやつってこと？なおさらドヒドイで投げたいね、これ。剣舞なのかな？いやー、でもいくらなんでも。あー、ガンプいい技持ってんな。これは、まあ、火球、打てたら打てたで全然良かったんだけど、まあ、ダイマックスを残せるなら残せるでこれでいいと思うんだよね。で、ここはネット打つか、普通に。まあ、無道引きの場面だと思うけど。ステロ巻いてからか。無道焼かないかな。まあ、エースバーンと突撃数だからステロ結構きついんだけど、あんままあ受け回すって感じじゃなくて、こうなると、どんどん突っ込んで倒しに行く感じでいかないといけないね。だからドヒドイで捨てちゃうと、エアームのが言うてちょっとめんどくさかったり。まあでも大、巨大火球切れば別に、一発で持っていけるから、こいつは。あんま別にいいんじゃないかな。いやー、ただ、ブラがなー。ブレバ突っ込んでくんの？反動と、ダメージは大したことないよね。それでも火力あんな、やっぱ無道のブレバは。この辺で焼かないかな。燃えろ燃えろ。焼かなくて、まあでも熱湯連打でいいっすね。ドヒドイで多分死なないのと、絶対相手。まだ引かないんだ。これででも、無道、まあ、次羽でいいってことか。まあ、ネットで焼けるから、結構、きついって思うんだけど。なんならこう焼けて、死なないね。まあ、3回打って焼けない改造エアームドですね、これは。この辺がアーマ、あー、無道切ってくんだ。これあれかな、無道で展開して、裏で突っ込もうって話なのかな。積み技あるポケモンとか出てくるとだるいけど。ドヒドイで切りせっかく採用してるから、積み技には強いはずなんだけど、まあ、実は強くないってのと挑発が入ってるから、困るっていう話といろいろありますね。で、エースバン出てきて、まあでもこれ裏何があっても、多分トゲキスとエースバンって通していけば勝てるから、ドヒドイでは切り気味でいいと思うんだよな、ここは。逆に、サメ肌ぐらいじゃない？なんか安定して受けれる雰囲気があるのは。エアームド以外に。言うてだってさ、まあ、ウラオスは怪しいし、ウラオスは十分怪しいし、ゴリランダーも持ち物と技構成によっては、しっかり怪しいから、古代魔か。ナックル？ナックルダイジェットとかって飛んでくるの嫌だけど、ダイマックスからして、突撃数で、突っ込んでいいかな。ここ何打ってくるか次第なんだけど。ジェット。最後で落としに来るんだったらエースバン投げて、トンボ返りとかで、なんとかなる気がしてたんだけど。これは耐えるね、さすがに。焼かないかな、このネットで。これわかんねえ、玉か玉じゃないか、どっち？玉。まあじゃあ、低乱数か。焼け焼け焼け。ねえ、4回打って1回も焼いてないぞ、今日。
ここ統治化をすかどうかって話なんだけど、ドヒドイで死んでから、トゲキッスで大ウォールして絶倒していく。でドリューズに対してトゲキッス捨てながらエースマン膝膝とかで突っ込むか。まあそれで勝てるか。ネットでいいかな。ナックル、あー最後飛んでくんだ。ナックル考えるんだったらここ切りの方が良かったな。トゲキッスでどっちみち1回はもらっちゃうことを考えると、ねえ、ドギギスにステロダメージ入るのが痛いな。あと、あいつジェットでエース1個上がってるから、ジェット打ってなかったらね、いきなり最後から来るんだったらエース1投げてトンボ返りとかで、割といい話があったんだけど。まあ、それでも落ちないか。いや、抜群だからまあまあ入ると思うんだけどな。それはダメ系をして、そのシチュエーションだったらまあダメ系をしてますね。で、ここボールで。で、これで相手のダイマックス枯れるから、で、技構成がジェットだから飛び跳ねると、思念の頭突きと、まあ普通にあと膝と火炎ボールじゃないかな、これだったら。おちょのギギス耐久振ってるから、割と、打ち合えると思うんだけど、ステロを食らってんのが痛えな、やっぱり。火球。まあこれは、しゃあなくて。この辺の結構なんか、役割関係がすごい複雑だよね。受けポケモン以外は。の部分のその打ち合いが。まあここまで削れてればこっちが有利とか、そうなんか、ダイマックス残ってる残ってないとか、まあ両方残ってる場合に切る切らないの違いも出てくるし、そこら辺がすごい難しいっていう。飛び跳ねるはまあ、しゃあないかな。これ、あれだな、打ち合えるかな。心配になってきたな。飛び跳ねるでまま引ったりしたらさすがに、あれだけど、結構ことだけど、それは。で、ダイジェットをして、これでもまだエースバンの方が早いんだよな。オッケー、これ急所でしょ。やったー。あ、90じゃないの？ S1 意外とやばいな。その別に硬くないっての知ってるけど、ここまでなんだ。トゲキッス別にこいつ C 振ってないから。で、C に上昇補正かけてるわけでもないから、そんな入んないだろうと思ってたんだけど。サメ肌。これはさすがに勝ったわ。これで、トゲキッスで突っ込んで、S1 で詰めれるから。まあ、悪事が少しうざいか？これ、トゲキッスの方が早くて、ただ、サメ肌加速してくるからな。エアスラ一回打っていいんじゃない？とりあえずエアスラ打っとけば、まあ、その、技選択が間違ってたとしても、6割で勝つから、おー、いいんだよね。加速してくる。加速してくる、はいはいはい。まあ、エアスラレン耐えるでしょ。サメ肌ごときの攻撃だったら。あ、待って、それはまずいかもしんない。毒好きはちょっと。雑魚。クソ弱かったんだけど。オッケー。いいね。オッケー。なんか気持ちよく勝ってたわ。これもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やっていきます。うわー、これ、嫌なのいっぱいいんじゃん。ドヒドクレベハピーで全部見れないかな。いや、まあでも意外といける雰囲気があるけどな。パチンコドラゴンにさえ気をつければ、割と、エースバーンが別にパチンコドラゴンに強くないっていうのがね、悩みだよね。トゲキッス持ってってもなーって感じだし、これこそドヒドクレベハピーでいいんじゃないかな。パチンコドラゴンにクレベース、ドゲキッスにハピナス、ドラパルトはドヒドイとハピナス2体で見る型次第だからね。で、エースバンドヒドイで、ポリゴン2ハピナス、トドンはどうすんだろう。まあ、ドヒドハピで、なんとかなんのか。って感じではあるんだけど、まあ、ドラパ物理なら別にクレベでもいいわけだし。っていう感じで結構、
全部見れる雰囲気があるんだけど、エースバーンの方次第だな。エースバーンの方はやばいのでも勝てるようにするんだったら何がある？ドラパルトはも、いやーまあでも、結局ポリついてきついか。トギギスは倒せるドラパルトなんだけど、ポリゴン2が結構無理があるから、そこが難しくて。ってなると、まあドヒドイで、から入っていいよな。クレーベ、ハピで。あとなんか結構、毒菱が刺さりそうな相手が多いから、ドヒドイで毒菱持たせたいけどな。でも、切りないと、ドラパルトがちょっと困ったり。結局、型を見てからじゃないと受けれないポケモンなんだよね、ドラパルトは。だから、そこを積まれちゃうと、っていう話があるんだけど、パチンコドラゴンから来る。どうしようかな。第3打押してきてんだったら、ここクレベースにさっさと引いときたくて。でも待てよ、パチンコドラゴン、クレベースがパチンコドラゴンにしか別に役割ないから、ポーチカで見てからでもいいんだけど、ポーチカから入るか。なんかダイマックス切ってこないんじゃない？何を打ってくる？電口とかだと、毒ってだいぶ美味しくなるんだけど。オッケー。ハチマキやめてほしいな。ハチマキだったらこの投資家別に何にも意味ないってことになるんだけど。まあでもこれでパチンコドラゴン寿命できたから、ダイマックスさえ、まあ最後の最後でダイマックスさえ枯らせば、投資家一生し続けて、2連投資家か、技外し。だから、8割かける7割、56%。56% の打ち合いにも、相手が 56% で有利な打ち合いに持っていける。これ弾だね。多分。なんか火力高いやつだと思う。普通のより。ハチマキではないけど。弾じゃないの？マジか。ここ引いてくるんだったら、いやー。くっす。でもダイマックスできれば切りたくねえな。毒も入れれてるわけだし。引くとしたら誰なんだろう。まあ、ポリッツか、トドンか。第3打はちなみに、こっからまだ耐えるね。一回再生で見ていいかな。あ、オッケーオッケーオッケー。ダイマックス切んなくてよかった。エースバーン。このエースバーンがやばいやつだと、どっちみち負けだから、諦めるんですけど。これ、火球打ちたくね、相手。打ちたくないけど。絶対火球打たないけど。まあ、ここでパチンコドラゴン釣ってくるとかが起きても、ダイマックスがこっち残ってるからまだ対応が効いて。あ、ちなみにパチンコドラゴンの、火炎放射の台番は、火炎放射打ってきたら避けるし、台番だったら諦めるっていう対策をとってます。ここ普通に火炎ボールできたんだよな。まあ、最後あったら負けだから、割と考えてもしょうがない気はしてるんだけど。投資家でいいか、一回。まあ、最後あったらちょっとクレベースとくるくる頑張ってみるか。最後ないんだ。引きか。まあ、でもこれだったらエースバーンに、もう無限にドヒドイド投げていいってことがわかるから。で、ここらで相手そろそろ痺れを切らしてダイマックス切ってくんじゃないかな。第3打来ると思うから、クレベースに先に引いといて、第3打ドヒドイで統治化してから、エレキフィールドをある状態の第3打にクレベース当て投げすると結構しんどくなっちゃうから。普通に電口か。これ怪しいな。さっき半分以上行ったから、なんとも言えない場面だよね。まあ、ダイマックス切りたい気持ちもあるけど。パチンコドラゴン、いやー。まだ再生でいいや。第3弾がむしろ火力低くなるから、それは全然いいんだよね。で、ダイマックス見てからこっちダイマックス切って間に合うと思うんだよ。ダイマックス切れば多分、エレキフィールド状態の第3弾でも全然平気だから、まあ、間違ったら、カットして終わります。ドラグーンは全然入んなくねえか？そうだよね。オッケー。これだったら第3弾もダメージ一緒だから、耐えてるね。クレベース再生して、
で、ダイマックスをこれで使わせたことになるから、悪くないと思うんだけどな。古代アイスでいいか。ダイウォールを特に切る必要もないと思うんだよな。相手のパチンコドラゴンその HP だと、さすがに耐えないでしょ。ね、こっちハピナス残ってるから、最悪めんどくさいドラパルトで TOD しなきゃいけなくなっても、勝ち。とかいろいろあるから、割と。まあ、ダイマックスをもうこれで相手がないっていうのは何よりだね。第3打。OK、これは楽勝。これダイマックスしなくてもよかった説あるな。再生連打で。いや、まあ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 、でもね。安全に、遊ぶのがこのゲームだからね。オッケー、パチンコドラゴンこれで耐えたんだけど、肩耐久振ってんの？振ってないと確かダイマックスしてないパチンコドラゴンがダイアイスで大体結構飛ぶ感じのイメージがあったんだけど、弱砲でもないでしょ。これ何出してくんだろう。 S バンか。まあ、あられダメ。稼いでもいいけど。打ってきたのが、火炎ボールだけ分かってて。ビルドだ、土俵で少なげといた方がいいか。クレベースがどっちみちもう割といらないっちゃいらないから、捨てながら土俵で2回動くみたいな感じの駒で使っていいかな。火炎ボール優しいな。こういうエースバーンをみんな使ってほしい。大サイコとエレキボールのエースバーンが最低最悪な。これさ、エレキフィールドでエレキボール打ってこようって話？統治家一回してみるか。で、裏から何出てきてもハピで間に合ってる気がしてるんだけど、だから、まあ、エレキボール打つならここじゃない？あるかどうかだけ一回チェックして。飛び跳ねる。どっちか残したかったな、これ。これ2連統治かで、狙いに行くか。それとも降りてきてネットで焼くのを狙うか。再生打っとくのが安全か。ヒュッポン。はいはいはい。これは再生打って正解だったね。エースマン弾で勝手に死んでくれるから、これはさすがに楽勝なんでね。パチンコドラゴンだけで崩そうとしてくるなら、クレベースである程度頑張れるな。クレベース考えて火炎放射入れてる。パチンコドラゴンがきつい。もうなんかそういうのと当たるか当たんないかゲーみたいなさ、そういうノリはありますよね。で、多分エレキボールないから、引きオッケー。裏にネット焼きたい。キッス、まだきついのがいるね。こいつでも焼けば、余裕なんだけど。焼かない？焼かないか。まあでも、ドヒドとクレベースしかまだ見えてないから、相手的には、トゲキスで崩せるっていう気持ちになるよね。ハピナスね、レンジ波本当は入れたいんだけど、レンジ波入れば昼見にビビんなくてよくなるんだけど、どうしてもドラパルテの打点は切れないよなっていう。あ、やすらこれこだわってる。ハピナス硬すぎてわかんねえわ。どうしようかな。弱点保険をケアするのもバカらしいけどな。一回トライアタックっていいと思う。やすら積んでこれないやつかな。それかやけくそで打ってるかだけど、トラでなんか引いたら勝ち。これ絶対相手とこだわってるかさ、積み技ないかでしょ。でも積み技ないトゲキスってあんのかな。まあ、メガネ
こだ、やっぱこだわりだよな。ひるんでないのが偉いんだけど、めちゃくちゃ。これ、レイビで倒せるでしょ、次。相手だったら怒るけどね。こんなひるまないの。ずるでしょ、つって。まあまあまあ。まあまあまあ。オッケー、全然動く。これ何、強運もしかして。でも強運だったら急所何回か当たっていいと思うんだよな。まあ、霊火で。なんでこんななんか、マイルドな投撃してたんだろう。ひるみ。まあ、2回に1回ぐらいひるむのは全然当たり前だから。当たり前なんだけど。ひるむな、ひるむな。そろそろ、倒せ、倒せ。これで突破されたら、笑えるけどな。一周回って。トゲキスのやつら先に枯れねえか、これ。こういうシチュエーション考えると、ハピナスは残飯もありだけどな。まあ、ラトムとかにトリックでパクられんのが、ちょっとなーって感じはあるけど。エース版投げてきて。いやー、でもさすがにこれ負ける要素ないと思うけど。エース版出てきて、土俵で引くだけでいいんだから相手。エアサラで突っ込み続けるしかないでしょ、やること。しかもエース番で突っ込んだら、命の玉で寿命来るんだから。あー、釣ってきたのね。はいはい。ちなみにここ、技変えようっていう意図なのかな。いやー、それは別にないと思うけどな。まあ、ハピナス引いとくか。再生力あるから別に一回熱湯で突っ込んで火傷狙いに行ってもいいっちゃいいんだけど。まずショックある、もしかして。あー大丈夫。ショックだとちょっとまずいなって思ったけど。レイビで。コウさんオッケー。いいね、なんか噛み合い出したら急にめっちゃ勝てたわ。じゃあ、これ実は2連勝です。おっつ。